カイラ・ミューラ作戦は2019年10月26日にアメリカ軍特殊部隊がISIL指導者アブーバクル・アル=バグダーディの拠点を襲撃して死亡させた作戦。作戦名はISILに拉致拘束された後に死亡したアメリカ人女性カイラ・ミューラの名から取られた。ISILの指導者であるバグダーディの拘束はシリア・イラクでISILとの戦闘を行う有志連合やロシア、シリアなどの課題となっていた。2017年5月28日に行われたロシア連邦航空宇宙軍によるシリア空爆など大規模な戦闘後に幾度か死亡説も出されたが消息はつかめないままとなっていた。アメリカ合衆国やトルコ、イラクなどの関係者は2018年頃から拘束した複数のISILの幹部らからバグダーディの所在に関する有力な情報を把握し始めた。この頃、バグダーディは自身の居場所が検知されないようにシリア国内を転々とし、ぎっしりと野菜を積んで偽装したミニバスの車中で司令官らと組織の戦略について協議する状況にあった。2018年6月2日、バグダーディの第一夫人と娘ら10人がトルコ国内のハタイ県で拘束された。夫人からはISILの内部情報やバグダーディに関する情報がもたらされた。2019年5月までにクルド人が主導するシリア民主軍はアメリカ中央情報局と連携しながらデルゾール県にてバグダーディの所在を特定。最終的には工作員がバグダーディの下着を持ち帰り、DNA 鑑定を行い本人と特定した。その後、バグダーディがイドリブ県に移動する最中も追跡と監視が行われた。作戦が実施される直前の2019年10月9日にはトルコ軍によるシリア侵攻が発生し、アメリカとクルド人勢力の関係が微妙なものとなったが、バグダーディの監視は継続された。襲撃前のバグダーディの隠れ家、襲撃後に破壊された。2019年10月26日、アメリカ軍の特殊部隊は、イラク北部アルビールから8機のヘリコプターに分乗して、シリア北部へ向けて移動。移動にあたっては、不用意な交戦に陥らないよう、シリアに展開している。ロシア連邦軍側との間で事前調整も行われた。ヘリコプターはイドリブ県ハーレム郡バリシャ村近郊の隠れ家の近くに着陸、特殊部隊の隊員が家の壁を爆破して突入すると一方的な交戦状態となった。K-15 戦闘機と無人攻撃機の MQ-9 リーパーを投入して空爆もいった。バグダーディは3人の子供を連れて、トンネル内に逃げ込み、自爆用のベストを起動して爆死。ISIL側の被害は、バグダーディと子供のほか、戦闘員5人、バグダーディの妻が死亡。2人の成人男性が捕虜となったほか11人の児童が解放された。アメリカ軍側の被害は、負傷者2人と爆発に巻き込まれた、軍用犬コナンであった。バグダーディの遺体は、現地で検視が行われた後に海上に持ち出されて、水槽に付された。水槽に付した海域は明らかにされていない。2011年に行われたアルカーイダ指導者ウサーマ・ビン・ラーディンの殺害にも埋葬地を聖地化するのを防ぐために同様の措置が取られていた。ありがとうございます。